こんにちは、台湾チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好，立台交流频道现在开始了。我是永山一树。今天主持人谢慧基因为有工作的关系不能出来，所以今天只用日语进行。台湾朋友们、请见谅。本日司会の釈永さんお休みですので、日本語だけで番組を進めたいと思います。そして今回もゲストとしまして、在日台湾同協会前会長王祥栄先生にお越しいただきました。王先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはじめにですね、これ東京の渋谷駅、東京メトロの渋谷駅でですね、通りかかった見かけたんで、ちょっといろいろと話を聞いてきたんですが、この台湾水餃子の店があったんです。で、僕台湾行ったら必ず一度は食べるんですけどね、水餃子好きなんで。僕も大好きですよ。大先生も好きですか？で、この冷凍で売ってましてね。で、いろいろと話を伺ったんですが、このお店はですね、この光月というお店なんです。で、この光月さんの水餃子は、要するにこの、台湾では、日本ではね、焼き餃子が主流ですね。台湾では水餃子ですよね。はい。この台湾の有名店、水餃子の有名店の味を学んで、それを取り入れて、作っていると、一つ一つ手作りでやって包んでるというんですよね。とても美味しいんだということですね。評判なんだそうです。食べたいな。そうですね。で、これ東京のその東京メトロの各駅の中でね、こうやっていろんな駅でお店を出しているそうなんですね。もちろん後でご案内しますが、通販でも買い求めることができるんですけどね。ぜひですね、この日本でこの台湾の味を楽しみたいという方はですね、例えばこの駅中販売の場合はですね、これは1月のスケジュール表ですよね。1月でいうと、今週はここかな、麻布十番とか荻窪とかありますね。で、来週になりますと飯田橋駅、それから東京駅ということになるらしいんですね。で、2月はこういうふうになってるそうです。で、これはですね、このお店のスケジュール、駅中のスケジュールはですね、どの駅でやってお店を出してるかというのは、このインスタグラムでこの情報を提供しているということなんで、興味ある方はぜひ覗いてみてください。はい、それから、通販の方なんですけどね、こういう感じで、販売されてるとそうです。こっち先見てもらいます。台湾タケノコ、ニラ、それからエビ、等々いろんな種類があるそうですね。で、こういう感じで、販売されています。で、この通販利用される方は、この光月水餃子で検索するといいそうですね。それから、アマゾンや楽天でも通販できるということなんですね。はい。だからぜひ、この光月の水餃子ということで、検索してみてください。さらにですね、1月31日までだそうですけど、冬の大感謝祭というのがあるそうですね。はい。これもですね、光月さんのサイトで、見ていただけたらと思います。なんか安く買えるということで。なるほど。はい。ということですね。ぜひね、購入したいですよね。はい、本当評判いいらしいですよ。僕もそのお店の前行きましたらですね、お客さんがいろいろ来てましてね。よかったですね。はい。それからそのお店にはですね、ちょっとこれご覧ください。なんか台湾の飲み物とかその他の食べ物がね置いてありましたね。だからこれ台湾ファンに。よく台湾行く方にはみんなおなじみのものかもしれませんね。ぜひね、お店目指して行ってもらえたらなと思いますね。はい。それでは、次なんですが、大体毎月やってますけどね、文部科学省がですね、小中高の社会科教科書で、教科書に対してですね、台湾は中華人民共和国の領土として、この記載せよと、そう指導しているわけですね。これとんでもない間違いですよね。その中共のその虚構宣伝をですね、この日本の子どもたちにすり込んでいるという事実があるけど、これなかなか知られてない。そういうわけで、王先生もいらっしゃいますね。そう、我々いつも署名活動やってるんですね。国会に請願するために。この文科省の誤りを正そうということで、そうですね。はい。それでですね、場所は JR 池袋駅前ですよね。東口前ですね。あそこ人多いですからね。よかったね。うん、そうだから結構こう関心持ってる人が相変わらず多いなと思うんですね。台湾というとやっぱり関心持ってるね。なんだろうということでね。でこの日はまあその台湾人もね、日本人台湾人一緒になってやりましたのでね。やっぱりこう台湾に関心がある人と、我々そういった回答でね、その交流があったりね、なんか良かったと思いますね。我々の主張よくこう皆さん多くの人聞いてくれましてね、理解も示していて、共にこうこれは良くないなと、そんな話も一緒にねしたわけですけどもね、はい、ぜひですねこれなんて言うんでしょう、この皆さんに協力してほしいんですけど、その時ですね、単なる教科書の誤りを正すとかそれだけの問題じゃないんですね。もっと奥が深いと思いますよ。要するにこの中国のプロパガンダに子どもたち染めていいのかと、それからその台湾中国の一部だということはですね、要するに台湾中国の一部というのは台湾侵略を正当化するためのプロパガンダでね、そういったものをすり込ませてですね、これで日本を東アジアを守れるのかということなんですよね。ところが文科省はそういったものに耳を傾けようとしないのはやっぱり中国が怖いからと思うんですけど、これちょっと見てほしいんですね。これこの方はですね、台湾の台南市議員のですね、李宗林さん、台湾独立建国派の政党である基進党の台湾基進の議員さんですね。この人が問題にしたんですけどね、これがですね、台湾で売られている中国の食品、これライスヌードルっていうからビーフンですかね、なんかそういうもんですかね。そうですね、ビーフンでしょう。麺類のもんですね、はい。ここにですね、ここに書いてあるんですよ、なんか変なことが。あなたは中国人、私も中国人、死者誤入してあなたは私の家、同じ家ってことですかね、家の人ということですかね。これを見たこの議員さん、李議員がですね、これ統一戦線工作の一環じゃないか、つまりですね、この台湾人に対して中国は今ですね、台湾も中国人だよと、そういったこの洗脳工作、要するに認知戦ですよね。台湾人の脳に中国の都合のいい情報をすり込むという、そういったこの情報戦を繰り返しているわけですが、これもそうじゃないかっていうんですね。実際ですね、この食品は後では政府が調べたところ、これは政府が輸入許可しているもんじゃなくて、密輸入そんなもの密輸してどうしようかなと思って出回ってるってすごいんですけどね。だからもしかしたらこれは台湾向けに書いたもんじゃないかもしれません。だけども、これをこういった文句が問題になるほど、今台湾ではですね、TikTok の問題もあるんだけども、あなたたちはその台湾人だよと、中国人だよというね、台湾に向けたそういった情報戦、認知戦が結構広がってるわけですね。で、結構これ台湾人には有効みたいなんですよ。なぜかというと、台湾人は自分は中国人の子孫であり、先祖は中国から来たとか、中国語を喋ってるからというんで、そういったこういうのを自然に知らずのうちにこういった意識が刷り込まれていくっていうケースがあるんですよね。ということなんですね。で、もし日本でこんなものがあったとしても、日本人は自分は中国人と思ってませんから誰も相手にしないと思いますけどね。ところがですね、台湾は中国だよというそういった宣伝はすでに日本人多くがもう受け入れてしまっているわけですよね。その言及がないかといえば、一つは先ほど言いましたこの台湾は中国だとするこの教科書、これ日中国交樹立以降この50年間ずっとこういう教科書を日本の子どもたちは使わされてきてるわけなんです。それから日本のマスコミもですね、台湾は中国の一部じゃないよっていうことを言えないんですよね。一つの中国原則というものに違うよって言えないのが日本のマスコミの実態なんです。中国への配慮で。そうですね。だから避けないですよね。だから最初は蒋介石が言ったんですが、そのうち毛沢東がその後に言ったんですね。台湾中国の一部ということをずっと戦後言ってきてるもんですから、日本人はみんなそれに騙されてる、そういう印象を持ってしまってる。だからこういう教科書の問題があってもみんなその誤りに気づかないというわけですね。ですから我々がやってるのは教科書の誤りを正すだけじゃない、それから正しいことを教えようということもあるんだけども、やはりこの中国のその洗脳、すっかり日本人受けてる。そういったものを打破するというそういった目的もあるわけですね。先ほど、その台湾に対して認知戦を行っているのは中国なんですけどね、日本で認知戦を行っているのは中国というよりも文科省であるとかね、日本のマスコミとか、要するに日本人自身がバカみたいにやってるんというわけですよね。だからそういった状況を警鐘を鳴らすために我々は署名活動をやっているということもできるんで、ぜひ皆様ご協力をいただけたらと思います。そうですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは次なんですけどね。やっぱりこの一つの中国問題ですね、日本にこのはびこるこの一つの中国、という誤解、そのに関する問題なんです。これは1月23日の産経新聞の社説です。この日は、国会と憲法改正の問題ですね。はい。この条文案の策定に着手とありますね。ちょっと最初のところ見てみたいと思いますね。はい。要するにこの憲法改正原案の策定に着手すべきだと訴えているわけですが、なぜか、それはこう読んでください、見てください。ロシアによるウクライナ侵犯は、今も続いている、それから中国は軍備増強を進め、台湾平等に向け武力行使も辞さない構えを取り続けているということで、日本は専制国家に囲まれているにもかかわらず、国の根幹をなす憲法は安全保障上の危機を乗り越えるのに十分と言えないということでですね、これまた、警鐘を打ち鳴らしているわけですね。はい。でそうした中でですね、こうですね、ちょっと見てほしいのは台湾平等に向け武力行使も辞さない、中国のことを批判してますよね。この台湾平等ということは、これは、非常に画期的な用語なんですね。日本のマスコミが使うというのは、最近近年産経新聞は使用者は台湾平等という言葉を使ってますね。これは正しいですね。正しいと思います。はい、その方が正しいですね。ですね。その方が正しい。どういうことかというと、普通はですね、この台湾統一という言い方をするんです。日本人は。これは台湾では台湾統一言葉ないですね。これ日本語ですね。中国が台湾を統一するぞということですね。中国は、いや台湾では中国統一という言い方をするんでしょうけども、台湾を統一すると言います、日本語では。統一というのはですね、要するに中国が分裂した国内を一つにまとめるということで、分裂しているのがその台湾であって、要するにその中国の中央政府の支配下にない分裂してしまっている。だからそれを収めて、ちゃんとした一つの国にしようと、国の分裂した国を一つにまとめましょうということ、つまり台湾は中国の一部であるという、そういった認識に立った上での用語ですね。よその国を侵略する時ですね、統一とは言いませんよね。言わないね。はい、はい、あくまでも台湾は中国の一部だ、領土の一つだという、そういった認識を前提にした用語です。ですから一つの中国用語ということもできますが、もちろんこれは誤りです。こちら見てください。今回産経新聞が使ったことは台湾平等、これは正しいんですよね。平等というのは武力で他国の領土を奪い自分のものにすることですね。これは台湾侵略ということもできますね。そうですね、はい、一緒ですよね。そうですね。ですから台湾統一は間違い、台湾平等あるいは台湾侵略という言葉は使うべきではないかと思うわけですね。ウクライナ侵略という言葉は使います。ロシアが、隣国であるウクライナを侵攻してますから、あれはウクライナ侵略というんですね。同じようにですね、中国が目指しているものは台湾侵略と言うべきじゃないかと思いますね。その通りですよね。あるいは台湾平等、で平等と侵略同じ意味でもあるんだけれども、若干違う時もありますね。例えばロシアはウクライナを侵略しているけれども、まだ平等してませんね。平等に失敗してますよね。だから若干この意味の違いはあります。ですからそういう時はまあいろいろと使い分けながら、いずれにしてもこの統一という言葉を排し、平等侵略という言葉を使うべきじゃないかと、こういったことは、日本のマスコミ各社に訴えたいと思いますね。それから国民も、あるいは学者も政治家も、ぜひその言葉を使うべきだと思います。台湾は中国の一部じゃない。台湾問題は中国の内政問題じゃないわけですね。そういったことをはっきりさせるためにも、統一という言葉は中国が統一と言っているということを報じるのは結構ですが、日本人の言葉としては使うべきじゃないと思うんですね。そうですね。はい。そうですね。それからこれ僕関心するのはですね、この台湾統一分、この三権社説ですね。これね、平等の時にルビ振ってるんですよ。平等。平等ってことはあまり使い慣れてないから、親切に平等って言葉はまあルビを振るんでしょうね。ルビを振ってでもこの平等って言葉を使うというのはですね、産経新聞はおそらくですね、この台湾平等という言葉をこのまさに事実にかなったこの用語を広め、日本国内社会に広め定着させようという、そういった僕意気込み感じてね、定着してほしいと思いますね。そうですね。はい、台湾平等という言葉を使いました。これは一つの中国原則という虚構を打ち破る言葉でもあります。先ほど言いました日本のマスコミは一つの中国原則を否定しないできたと、これ事実なんです。僕ずっとこの日本のマスメディアの台湾報道を見てきました。めったにそれ否定しません。違うということはほとんどどこも言わない。ところが産経がこの台湾平等という言葉を使い、繰り返し使い、しかも平等とルビまで振って、みんなに紹介している。こういうことはいいと思いますね。そうですね。はい、ぜひですね、統一ということは使うなという、そういった、訴え、全国の皆さんで、一緒にやっていけたらなと思っております。はい。それでは、次なんですけれども、台湾の方で、はい、新しい内閣ができますね。大きいニュースですよね。はい、昨年のですねこの統一地方選挙で、大敗を喫したんですね、蔡英文政権、というか、民進党がですね、はい、民進党が大敗を喫しました。そして、党主席蔡英文総統が党主席を兼ねていたけれども、この辞められてね。で今度はこの副総統である頼清徳さんが、先日、党主席に就任しました。そして、さらにこの内閣もね、刷新しようということで、これまで、この蘇貞昌さんが行政委員長、日本の言葉で言うと首相ですよね。そうですね。はい、今回辞めたんですよね、辞任しました。そして、この総統はですね、今度はその後任としまして、前副総統の陳建仁さんをこの総統に据えるという、そういった人事を25日ですか発表しましたね。これは26日のこの10時報ですね。まだ閣僚名簿は発表されてないわけですが、今日の段階では一応この内定した人たちのことが載ってますね。この方が陳建仁前副総統ですね。この方は元学者、そうですね、公衆衛生の学者、あ、なるほど、はい、この方が行政院長、首相に、指名される運びです。それから、行政院副院長鄭文山さん、この方は、前桃園市長ですね。はい。それから内政部長林さんとかですね、この方は基隆市の市長さんとかねですよね。はい、こういう感じでですね、今その、民進党を支持率が低迷してます。でちょうど1年後、来年の1月にですね、この総統選挙が、天下分け目の総統選挙があるわけですね。だから何としても、もうすぐですね。うん、そうですね。民進党に勝つためにもですね、何としても支持率を上げてなければならない、そういったことも狙ってのこの新人事だと思うんですが、大先生はどうご覧になりますか？なんか先生上げることは難しいけど、イメージ上げることは非常に大事なんですけども、はい、これ見ると全部債務の、古文というかね、言い方悪いけど実際古文ですけども、はい、でその行政院、首相と副首相は、はい、両方ともちょっとスキャンダルがちょっとか見れてというかしょってますね。なるほど。この方陳建仁さん、陳建仁さんはそのはっきりしないけども、そのいわゆるその台湾国産のワクチンの開発、明治県かな、はい、その開発について、ちょっと問題あったというふうに指摘されてます。要するに学者らしくやってないんで、その要するに世界がやってる第1期第2期第3期ということをやらない2期を飛ばしちゃったんですね。それ認可させて、認可の過程でね、これは大きなミスですよね。なるほど。この人がそれでいいんだよと、それを国際基準にかなってるよといったね、保証をしたりして、当然債務さんが許可したんですけども、債務は彼のその権限を聞いて、決めたらしいですね。ああ、なるほど。それで野党から今突っかれてきたんですよね。反対の学者は全部叩かれやったんですよ。あ、そうなんですか。反対者もいっぱいいましたけど。まあこのワクチンの問題もね、民進党の支持率を下げたまあ大きな原因の一つですよね。使い物がなかったんですね。それからあとこの方ですね。そうですね。テイさんは非常に有能な政治家だったんですよ。良かったんですけども。次期総統候補ともね言われていましたけども。良かったんですけども、しかしその今回の選挙でその論文の疑惑というか論文結構問題になりましたね。その民進党のこのあれを民進党の今回敗戦の原因の一つというふうに言われてます。はい。それに関わっていたん。そうですね。本人もそれは誤ったということね。ご本人もね、選挙後にその不正がということが明らかになって、不正ですよということは、お二人とも不正の影がついてますので、なるほどね。ちょっと厳しいというところもありますね。だから要するにせっかくね、このイメージ刷新を狙ってるという割には、そうですね。このままじゃあ1年後の総統選挙リストは大丈夫なのかという非常に厳しい意見も、あとはまあ何か国民の中で大きな変化ないと、頼さんは非常に厳しい戦い嫌いますね。そうですね。頼さんというのは、まあ先ほど言いました頼清徳副総統で、まあね、今度党主席になって、それから総統選挙では民進党からのこの総統候補になるんじゃないかとそうですね。みんなそう思ってますよね。途中何か変化なければ。頼清徳でしょう。なるほど。そう思ってます。なるほどね。あとはまあ他の方々、まあ若い人もね入ってるけど、でもなんかみんな同じ派閥。全部蔡さんの系列っていうか派閥ですね。そうなるほどね。だから蔡さんの今この支持率も下がってますよね。そうですね。だからまあちょっとそういう意味でね。そのなんだろうこの民進党のこの好感度をね、これで上げられるのかどうかっていうのは、まあ今後この内閣発足した後ね、またその政策の姿勢でまた採用されていくとは思うんですけどね。あると思うんですけどね。ぜひいい政策を出してほしいけども、まあこのイメージ的には良くないなという感じね。なるほどね。そうですか。はい。それからもしかしたらね、まあ今この蔡英文さんの派閥が多い方が、ね、多くいらっしゃるわけですけど、蔡英文総統と、この頼清徳副総統、今ね非常にこう一体となってね仲良くやってますけど、もともとそれぞれの支持者がね、前回の総統選挙の予備選挙の時ね、民進党なんで予備選挙の時にこの競い合って、その時にその両方のその支持者の間で非常にこう感情的なね対立があって、それはまだ今もう引いてると言いますよね。今はまあ完全に消えてはいませんね。なるほど。だからそうなるとですね、例えばもしかしたらこれは最近のこの台湾民主基金会の世論調査ですね。今民進党次総統選挙誰が出たらいいですかというその世論調査がありましてね。でも今この頼さんが一番だなっていう人はこういう人がいる。それから陳さんがやっぱ浮上してるんですよね。今後この行政委員長になった場合ですね、副総統の頼さんよりも行政委員長の陳さんの方がメディアへの露出度が上がりますからね。もしかしたら支持率が上がったかもしれない。で、陳さんっていうのはスキャンダルあると言ってもすごくこう敵のない人って言われますよね。学者風でね、物腰も柔らかくてね、すごく誠実そうな印象もあるのは事実ですよね。だからこれが上がってくるのかなと。そうなるとですね、蔡英文支持者頼さんをこのマスクを持ってない人たちが大勢いるんであれば、この人たちを押すのかなと。それから今回お辞めになった行政委員長辞任された蘇貞昌さんですね、この方もね、なんかもう75歳なんですけど、はい、そうですね、バイデンさんがねお年召していながら大統領になったんで、この方もなんかやる気持ちだったっていう話も、かなりバイタリティある人間なんですそうですね。でこの蘇貞昌さんなんですけどね、あるこのビッグデータ分析によりますとね、実は好感度では頼さんを上回っているという結果も出たというんですよね。本当かな。いや僕にはよく分かりませんが、そういった報道がなされてました。だからこちらね、世論調査のその専門の基金会の世論調査ですからね、この科学的な一つのこの調査結果だと思いますけれども、今後どうなるかよく分かりませんね。ちなみに感覚的にはもう第3のダントツですね。なるほど、そうですか。普通の感覚的にね。そうですか。ちなみにね、国民党の方もね、どの人が国民党の候補者であるべきかという調査があってですね、この侯友宜さんですね、この新北市の市長さんですね、やっぱり人気ありますね、今やっぱりこの頼さんと江さん、拮抗してますよね、支持率はね、そのほか郭台銘さん、本杯のね、創設者、それから国民党主席の朱立倫さんとね、あとこの過激な中国人民族主義者の張相光、これは江さんが台湾人、あと3人ともいわゆる外省人というか、中国系の、だから国民党はその台湾人がトップに入れるのはあまり快く思ってないようですね。嫌がりますから。じゃあ向こうの方でやっぱり引き落としたいんですね。分裂というか分裂するかどうか、あるいは何かやるかもしれない。なるほどね。まあいずれの党にしましてもいろいろと内部事情大変かもしれませんね。そうですね。はいはい。それでは次なんですが、やはりこの今後の台湾の政局、この総統選挙にもかかってくる話なんですけどね、これ見てください、これ台湾の言葉なんですけどね、義、美、論、美っていうのは日本でいうと米ですよね、アメリカを疑う論というのがあるんですね。この中国の軍事的脅威にさらされる台湾ですけどもね、それに対して後ろ盾がアメリカですよね。アメリカは本当に台湾を助けに来てくれるんだろうかという不安ですね。来てくれないんだという主張が広まるんですね。特に確かに蓋を開けないと分かりませんけどね。国民党は一生懸命そういうことを言ってますね。で、ウクライナでロシアが侵攻しましたらですね、アメリカは派兵してないと。だから中国が台湾に攻めてもアメリカは出てこないんじゃないかと、そしたら台湾それ勝てるのかというわけですね。だったら中国と対立しないで、今米中対立があるけれども、そのアメリカと一緒になって中国に対抗するんじゃなくて中国と仲良くした方がいいんじゃないかというのが、中共の主張であり、プロパガンダであり、国民党の主張であり、プロパガンダなんですね。そうですね。はい。いわゆるその親中派は要するにアメリカは信頼できないから中国の一部になった方がいいでしょというバカバカしくて。そうですね。それも認知作戦ですね。認知作戦ですね。情報戦です。はい。で効果ありますね。そうですね。だからアメリカ来てくれないと思う人って大勢いるんですよね。いるけども、だから降伏しようという結論になっちゃいますね。それはおかしいんですよね。抵抗するなということ。はい。これ見ていただきたいんですけどね。これはこれは産経新聞か。これは去年12月の17日の報道かな。はい。アメリカでですね、この2023年度の国防予算の大枠を決める国防権限法案が、上院の方でですね、賛成多数で可決されたというんですね。はい、でこの法案はですね、24日バイデン大統領の署名によって成立してますね。はい、この法案はですね、台湾支援を強化する内容を盛り込み、総額8580億ドルに上ったと。過去最高というんですね。ここには書いてありませんけど、そのうちこの100億ドルをですね、100億ドルのこの軍事支援をこの5年間にわたって台湾に対して行うという、そういったことなんですね。だから台湾政府は喜んでますが、中国としては穏やかじゃない、非常に怒っているわけですね。はい。なぜそこまでこの台湾国防に肩入れするのか、要するになぜそこまで中国統一を阻もうとするのかと怒っているわけですよね。で、中国が怒ると国民党も一緒になってまたこれを盛んに拡散するんですね。いろんなあれがありましたよ。例えばこの法案がね、可決されました。成立しました。そしたら台湾の方では、その法律にはですね、その台湾に対するその無償の軍事支援というものを盛り込まれてますけどね、あれ無償じゃないよ、有償だよとかね、そういうものから始まって、それからさらに今回言ってるのは、よく言われてるのが、アメリカはその台湾にこれだけ支援をしてくれる。でもそれ支援するのはアメリカの利益のためだけであって、実は自分たちは戦わないで台湾に戦わせるんだと。台湾に中国、台湾をして中国に対抗をせしめで、中国のこの力を削いでいくと、そしてアメリカは最後はこの覇権を握ると、回復する、維持するというそういう戦略だと、その代わりいつまでもその、米中対立におけるアメリカの駒に台湾がなり続けると本当に戦争になるよと、戦争するのは台湾だって、アメリカ人は台湾だよと、そうなるとウクライナのように廃墟になってしまうよとかね、そういったことをですね、国民党の政治家、それから評論家、それからメディアいっぱいいますね、はい、そういうことを言ってるわけです。でさらに言うとですね、こんなのこれ向こうのメディアで 見かけた言葉なんですけどね、今度は来世徳を疑うっていうのも論っていうのも義来論っていうのもあるんですね、これ何かというと、来世徳さんはこのかつてですね、私は台湾独立の仕事をしてるよと、実務的にやる人間だよと、自称してましたね。そうですね、まあ、台湾独立といってもその台湾独立建国という意味かどうかはそれは分かりません、まあ、少なくとも彼はそうじゃないよって、台湾はすでに独立してるんだよ、中華民国だよと言ってますけどね。そうですね、ただ言ってましたね、はい、ただいずれにしても台湾独立という言葉を使ったために中国はものすごく警戒してしまい、それから国民党も反台湾独立ですからね、けしからんということで、中国を警戒しない人物は困りますよねそうなんですよね、はい、ただこの中国を刺激する来世とか中国を刺激するしかねないという、まあ、そういった主張なんですよね。そしてアメリカも彼を警戒しているという、いうことなんです。アメリカが来さんを疑っているという、これを思ってないというね、これはちょっとどうか分かりませんよね、そう確かに昔はですね、陳水扁さんが疑われたんですよね、要するにその当時はアメリカは中国との関係を大事にしたいと思っていた時代、ね、だから陳水扁が例えばこう台湾の国連参加を求める加盟を求めた、そう中国が怒った、アメリカもね中国と一緒になって陳水扁に圧力をかけたりした、ね、ということですね。そういう時代はありました。だからそのライさんみたいな人間はこの中国を刺激してアメリカにとっては良くない、そういったこの主張が、まあ、例えばそのイギリスのフィナンシャル・タイムズで見られたと大騒ぎするわけですよ。でも実際どうなるか分かりません。今アメリカは中国と仲良くしたいんじゃなくて台湾と一緒に中国に対抗したいんですから、アメリカも反中が主流ですから、そうですよね、反中のじゃない政治家はダメでしょうね。ということはもしかしたら来さんが好ましいと思うかもしれない、思います、だから責任感ありますよね、台湾独立と口にするのがアメリカは嫌がるというけれども、でも実際今はどうなのかってそれ分からないんですよね、はい、そういうわけでですね、今後ですね、来世徳だと中国を刺激しアメリカからも嫌われるよ、アメリカから見放されるよ、ますますアメリカは台湾を助けてくれなくなるよという、そういった宣伝をこの国民党は総統選挙に向けてやっていくんじゃないかってことがちょっと懸念。まあやるんでしょうね。しかしまあそれで国民の勝てると思いませんね。実際ですね、じゃあそういう主張をどこまで受け入れられているか。これはですね、台湾の財団法人民主文教基金会の世論調査ですね、まあいろいろあるんですけども、ちょっとここだけ見てください。ちょっとこれ映していただけますか、一番下、はい、これはですね、台湾は、アメリカをすっかり信じきっちゃいけないよ、アメリカとは距離を持った方がこのアメリカと中国の対立から、台湾は巻き込まれないで済むよという人がいますが、その考えどう思いますか。要するに簡単に言えば、アメリカとはあんまり長くしない方がいいよ、その方が平和を守れるよと、そういう考えがあるけどどう思うって言ったら、過半数がそう思うって言ってるんですよ。アメリカと付き合わない方がいいよと言ってる。でいやそんなことないよという人は4割しかいないわけですね。これはまあ新中国の国民党系のシンクタンクだもんなんです。そうですね、はい、だから、ちょっとこう印象操作があるかもしれない。まあ、と思いますよ。なるほど。じゃあ今度はですね、先ほどのこの、台湾民意基金会ですね、まあ、この非常にこの、まあ、そのなんていうんでしょう、先ほど言いました、世論調査をね、そうですね、台湾で一番信頼できる世論調査の。なるほど。まずですね、今回の国防受験法、これ、このまあ、台湾に対する軍事援助をやってくれると言ってる、これに対して、皆さんどう思いますかと、考えてた人が 59.3 ですね、6割で、意見ないが 7.8 で歓迎しないって人が 28.4、 結構いるようだけど、これは国民党の支持者と、ぴったししてますよね、うん、中国と仲良くした方がいいんだよという人たちですね、うん、はい、そしてこちらをご覧ください、はい、アメリカの台湾に対する軍事援助、軍事援助を受けると、遅かれ早かれ台湾は戦争の方に持っていかれると。要するにそのアメリカの駒になり続けていると、いずれ中国との戦争に台湾は巻き込まれるよと、そういう考えについてどう思いますか。そう思わない、そんなことないよっていう人が 53.4、 いやそうなんじゃないのって心配してる人が 38.1% ですね。 38.1% という数値、大きいと見るか小さいと見るかなんですけどね、はい、まあこの中に若い人もね、若い世代も多いっていうんですけどね、うん、はい、まあ、今後ですね、この国民党はおそらく全力を挙げてですね、まあ、総統選挙を有利に、国民党を有利に運ばせるためにですね、この民進党が政権にいると戦争になるぞというと思うんですよね、はい、こういう言い方もするんですよね。今民進党というのはこの米中対立に乗っかって、自分たちが反中国なもんだから、その米中対立をいいことにですね、アメリカとくっついて中国に対抗していると、うん、でその必ずその中国と戦争になるからアメリカと仲良くしようと一生懸命するって、みんな不安を煽ってるけども、むしろ中国と仲良くした方が、中国だって平和統一と言ってるんだし、台湾だって独立と口にしなければいずれ仲良くなるんじゃないのと、そんな宣伝をしています。そういうことをですね、王鵬というワンパー、中国の台湾の新中メディアあるじゃないですか、中国時報系のね、あれが社説でそんなこと書いてましたよ。びっくりしちゃいましたね。はい、そういうわけでですね、今後ですね、この国民党はおそらくこういう考えで反民進党の、そして、反米親中のその主張をしていくんじゃないかと。でこれがどこまで台湾の有権者を騙すかどうかってのは分かりませんけど、少なくとも国民党が政権を握ったら、この、偽米ですね、アメリカを疑い中国と仲良くする、そういった政策を、取るんじゃないかということが予測されますよね。まあ厳しいでしょうね。台湾人は一応親米ですからね。全員、ほぼ全員ですね。でも国民党が政権取ったら、国民党も実際中身は親米ですよ、うん、これを対立に政策的にそう言いたいなんで、うん、いずれ爆薬出ちゃいますけども、うん、ただその時に、国民党はやっぱりアメリカとの、ね、仲良くして両方バランス取ろうと考えても、うん、しかし中国の磁力っていうのがあってね、その国民党はどうあれこっち行きなさいとずうずう引きずり込むっていう、それから国民党内部にもね、国民党内部にも中国と仲良くした方がいいんだっていう裏切り者がいるわけですよね。裏切り者というとですね、まあ、売国党ですけどね、うん、日本でもですね、米中対立に巻き込まれるなっていう主張は多いんですよね。いますよね、うん、日本のマスメディア、沖縄でもそういった声がいっぱい上がってましてね、要するに日本は独自で平和の道を模索すべきだとかね、日本には日本でこの中国と仲良くする方法があるはずだとかね、うん、じゃあどういう方法があるんですかって誰も答えられないんだけど、方法ないと思いますよ。中国と仲良く難しいと思います。そう考えますとですね、この要するに今なぜアメリカが台湾を守ろうとするかというと、それはアメリカだけの利益じゃないんですよね。これアメリカだけじゃない、まあ、要するにアジア全体の平和を守って初めてアメリカの利益になるという考えですね、うん、ですからですね、それからもう一つ、台湾を取ろうとしているのは中国なんです。それに、この抑止力を発揮しようとして今アメリカが、台湾を応援している、支援している、日米同盟も一緒になって台湾海峡安全、まあ、平和と安定関心を寄せている、ね、という状況なんですね。抑止力が必要なんですね、はい、うん、ですから、このアメリカお互いという前に、その中国に対して対抗せよということが大事だと思うんですよね。これは日本人に対しても言えることでしてね、そういうことを考えますとですね、日本の、まあ、特に左翼、まあ、反米の人たちもね、うん、このアメリカはね助けてこないよというのがいたりですね、それから、うん、米中対立に巻き込まれちゃいけないよ、中国とも仲良くしなきゃいけないよという人もいるわけですけども、うん、まああれ台湾の売国と同じ主張してるわけで、ね、似てるところ多くありますよね、うん、そう考えるとね、とにかく中国の台湾侵略というこの国家目標は放棄されることはありませんね。ないですよね。はい、絶対ないですね。これちょうど自然災害と同じでね、例えば津波が押し寄せる、ね、津波やめてくださいって言ったってやめないんですよ。さあこれ防ぐしかないわけですね。防ぐ努力をしなきゃいけない、備えなきゃいけないということだと思いますね。話し合いじゃ済まないわけですね。そうですね。これは中華思想を分かると思いますけどね。そう考えますと、ますますこの1年後の総統選挙、本当に日本の安全ともね、死活的に関わってくるなということが分かりますね。そうですね。関係も深く関連すると思いますよ。何か一言。やはり民進党のこれからの行政というかね、1年間非常に厳しいという感じもありますけども、ぜひ応援したいんですけども、祈るしかないかなと思いますね。そうですね。どうもありがとうございます。今日は時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。